してお迎えください。工場局、高田市のボスでございます。岐阜県は東のご出身、プロ野球、中日ドラゴンズの根尾昂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、野球のことはもちろんなんですが、地元岐阜ならではのあんなことやこんなこと、プライベートまで、リスナーの方からの質問も交えながらお話を伺ってまいりたいと思います。じゃあ、座りましょうか。よろしくお願いします。お願いします。さあさあ、それではまず野球についてのお話、今日は少しばかりとしたいと思うんですけれども、はい、ざっくりですが、今シーズンを振り返っていかがでしたか？まあそうですね、なかなか苦しいシーズンでしたし、まあ、チームとしては最下位に終わったシーズンだったので、まあそうですね、たくさんいろんなポジション経験させてもらいましたし、はい、はい、まあいい経験をした1年だったなと思います。なるほど。シーズン途中でこう野手から投手への異例の転向となりましたけれども、手応えとしてはどうですか？まあ、そうですね、たくさん、投げさせてもらいましたし、まあ、この経験を 来年のシーズンにつなげないといけないなと思ってます。大シーズンへの期待が膨らんでおります。さあ、もう野球の話はこのぐらいにしますか？短くないですか？まあ、いろんなところでね、こうもうお話もされてると思いますので、はい、野球の話はこのぐらいにしておきまして、はい、さあ、企画でございます。ネオアキラで聞こう。ネオ選手のあれこれのコーナーです。イエーイ。